どうも皆さんこんにちは、三浦です。今回はスーパーマリオメーカーをやっていきたいなと思います。早速やっていきましょうか。あれ、普通にマリオが始まったんだけど、なんか普通に懐かしいな。これね、僕が一番最初に買ってもらったゲームが実はこのゲームなんですよ。僕が幼稚園の頃なんで、かれこれもう20年ぐらい前の話なんですけど、あれ、先は何もないんだけど、どうやらこのコース誰かの作りかけみたいです。続きを作ってコースを完成させましょう。はい、一応このゲームですね、あのスーパーマリオブラザーズのコースを自分で作っていくって、そういうゲームなんですね。やっていきましょうか。お、ようやく始まった。下書きをよく見てパーツを置いてください。間違えたところは消しゴムで消せます。なるほど。じゃあちょっとまず土管をちょっと選んで、お、土管が置けた。ん、なんか違うな、これ下書きに沿って置いていくってことか。これがまず土管でしょ。次はキノコをハートに入れるんだ。このキノコをこのハート、こっちだ、こっちか。よくわかんないな。キノコをこのクエスチョンマークの中に入れるんでしょ。なんか何も反応しないな。こっち行こう。あ、入った入った。こっちの方は入ったんだけど、キノコがうまくいかない。わかったわかった。これまずここブロックでしょ。でクエスチョンマークがここで、またブロックでクエスチョンマークがここで、キノコをここで入れるんだ。そういうことか、ようやくわかった。で土管をこれ、あれ、これ土管どうするんだろう。あ、こうか。土管がこうで、これブロックが入って中にコインが入る。こんな感じ。ブロックブロック、またブロックのブロックで、敵キャラがここにいて、あ、でも亀の色がちょっと違うな。どうするんだこれ。亀をタッチしたまま素早く振ると、あ、あ、来た、色が変わった、色が変わった。これでいいんだ。あ、違う違う違う。オッケーオッケー。じゃあこの亀いらねえんだけど、ここにいいか。ここに戻して、下書きをよく見てパーツを置いてください。間違えたところは消しゴムで消せます。クリボーを置いて、あとはこのバネみたいなやつ、なんかちょっと違うな。こうか。お、完成した。とりあえずこんな感じで良さそうですかね。ズズズと来て、コインがあるでしょ。で、亀もやったし、そうだね。ここブロックか。すげえ大変これ。今左下のこのなんだろう、カチンコってやつ、あれをタッチしたら実際にプレイすることができるようになった。細くね、このキノコ。なんか食ったら病気になりそうなんだけど。なんかおかしいおかしい。俺が知ってるマリオじゃないよこれ。最高、すげえな。このコース俺が作ったんだけど、おっと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 、ちょっとね、まだこれ完成じゃないんだよね。あの、わかると思うんですけど、このブロックの部分がまだできてねえんだけど、よし、とりあえずゴールしよっか。ダッシュどれだっけ？ A ボタンか？ちょっと待って、ちょっとダッシュを確認するか。B ボタンだ。おそらく B ボタン。違うか？操作方法わかんねえ。すごい久しぶりだから操作方法わかんないよ。うん、あ、そうか、多分ダッシュっていうのがないんだそもそも。ば、足らない、なんで足らない。作り直すことができる。あ、ここ、そうだ、ここの部分がまだできてなかったんだよね。なんか強制的にプレイさせられちゃったんだけど、作っていこうか。よし、こんな感じか。これで完成だね。これで多分完璧。
遊ぶ。あ、ようやくクリアできた。200ポイント。コース完成おめでとう。初めてのコース作りいかがでしたか。せっかくなので記念にセーブしておきましょう。 OK。 ここでタッチでセーブか。新しくセーブ。新しいボタンが3つ増えました。新しいボタン、これか。シーンを変えることができる。あ、なるほどなるほど。地下と地上で分けることができるんだ。これは一応地上でいいんだけど、あとこれは何だろう。あ、こんなにリアルな感じにできるんだ。いやー、これもいいけどね。僕はですね、世代的にこのスーパーマリオブラザーズが結構懐かしいんで、これでいこうかな。はい、さっき1面を作ってみたんですけど、2面の作り方がよくわかんないんですよね。多分ここで、ここを作っていけば2面になるんじゃないかなって思うんですけども、まあ今回はね、ちょっと第1回目ということで、まあここでおしまいにしましょうかね。はい、ご視聴ありがとうございました。